どうもこんにちは。菊池茜の国語辞典、今回は第何回か忘れてしまいましたが、こちらのコーナーは菊池茜のシングルルーム、それぞれ一文字ずつを Google 検索してみたら何が出てくるのかというコーナーでございます。今回は菊池茜のシングルルームのグでございます。 Google 検索してみましたところ、今回出てきたのが何とも聞き慣れないグロブスターというものでございまして、読みますね。1896年フロリダ州セントオーガスティンの砂浜に漂着したもの、海岸に漂着する謎の肉塊であるだそうです。ちょっと読みますと、オーストラリアやスコットランドなど世界中の海岸に漂着している異臭を放ち、時に体長は10メートルに達することがある。全身は毛のようなもので覆われており、突起などがある。一説にはクジラの死骸の表皮などが剥離し、繊維網が露出した脂肪なのではないかと言われているが、調べられたことはなく真意は不明である。なんともミステリーな感じになってきましたね。今回はグロブスターをお送りしました。菊池茜の国語辞典、また次回。